ウェストランドワスプイングランド、ケンブルでのクラシックジェット航空ショーにおける個人所有のウェストランドワスプハズ1。イギリス海軍塗装の上に民間登録記号 G カウを記入している。ウェストランドワスプはウェストランドヘリコプターが開発したヘリコプター。イギリス海軍の中距離魚雷投射ヘリコプターとして用いられた。ルイスマウントバッテン第一海軍郷は 新開発の177型ソナーに対応する長射程対戦兵器として小型ヘリコプターによる誘導魚雷の投射に期待していた。これは母艦のソナーで探知された敵潜水艦に対し戦闘指揮所の航空管制を受けたヘリコプターが攻撃を行うというものであったがフリゲートに対して非常に柔軟な戦術上の選択肢を開くものでもあり、 例えば対艦ミサイルによる対水上船なども想定されていた。まず、フェアリーウルトラライトヘリコプターが注目され、1956年12月、15型フリゲートグレンビルを改装して行われた運用試験では良好な成績が得られたことから、ウルトラライト3機の調達が検討された。しかし、海軍航空戦担当官は、北、大西洋で、 作戦行動を行うには、同期では小さすぎると指摘し、より大型のヘリコプターが施行されることになった。一方、サンダースロー社では、1957年11月より、小型の5人乗りヘリコプターの開発に着手しており、最初のプロトタイプは1958年6月19日に、地上走行試験を実施し、7月20日には、初飛行した。 そして量産型のプロトタイプは、ワスプ P531 から2マーク1と呼称され、1959年8月9日に初飛行した。まず陸軍向けのスカウトアーマーク1が開発され、1960年8月4日に、量産前モデルが初飛行した。その後、これを元にした海軍仕様として、ワスプハズマーク1が開発されて、 1961年9月に大量発注がなされた。1962年10月28日には海軍向けの機体の初号機が初飛行を行った。蒸気の経緯から基本設計はスカウト R マーク1とおおむね同様となっている。ただしテールブームを折りたたみ式にしたほか、降着装置もスカウトではスキッド式だったのに対し、 艦上での運用に適した四輪式に変更した。またエンジンも同じブリストルシドレーニンバス系列ではあるが、685馬力の101、または102型から710馬力の103、または104型に変更した。キャビン後方には3隻のベンチシートが設置されていた。また物資輸送任務の場合には、このシートを外すことができた。対戦線の際には、 マーク44単魚雷2発を搭載する。ただし機体そのものは対戦捜索能力は備えておらず、母艦のソナーで探知した目標に対し、母艦からの指示に従って、ヘリの乗員が魚雷の投下ボタンを押すという、文字通りの魚雷投射ヘリコプターであった。後日の改良により、手動 SS-11 優先誘導ミサイルの搭載も可能となり、 機内の天井に小準種の観測窓が設けられた。また、機体両側の原則スポンソンには、着水の際には、機種部分が重い本機が転覆しないように、膨張式の大きな非常用フロートが装着された。SS-11 は、巡視艇、または、海岸の拠点のような小さな地上目標を攻撃する、能力しか持っていなかったため、後に、a s -12 に更新された。 出展、初言性能98機が、イギリス海軍に供給された。またブラジル、オランダ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランドと南アフリカにも輸出され、全部で133機が生産された。ワスプハズマーク1は1963年6月から1964年3月に、かけて、第700海軍飛行隊で、試験運用を行い、 その後1964年に小型艦での任務に投入された。主たる実戦配属部隊は第829海軍飛行隊であったが、その他第1戦の乗員を供給する訓練部隊として1965年から1967年までは706飛行隊、1972年から1981年には703飛行隊が活動した。 コマンドを突撃飛行隊には1973年まで1機のワスプが連絡用に配置されていた。同期は潜水艦キラーとして有能だったが、最も威力を発揮したのはウェセックスハズ3対戦ヘリコプターとペアで行動する場合だった。1970年代後期にはウェストランドリンクスが徐々に本機の後継として配備され始めた。 フォークランド紛争において、サウスジョージア島を奪還作戦中の1982年4月25日、イギリス駆逐艦アントリム搭載のウェセックスハズマーク3ヘリコプターがアルゼンチンの潜水艦サンタフェを捕捉し、爆雷攻撃を行った。イギリスのフリゲートプリマスは、ウェストランドワスプハズマーク1ヘリコプターを同じくブリリアントは、 ウェストランドリンクスハズマーク2を発信させた。リンクスは潜水艦を MK46 単魚雷で攻撃して、その上、棒状銃下に搭載された GPMG で操作した。ウェセックスもまた GPMG でサンタフェを銃撃した。プリマス搭載のワスプは砕氷艦エンデュアランスから発信した。 もう2機のワスプと一緒に潜水艦に対して AS-12 対艦ミサイルを発射しセールに命中させた。サンタフェは大きな損傷を受け先行不能となった。同艦の乗員はサウスジョージア島のキングエドワードポイントの不当の桟橋付近に座礁させ艦を放棄全員陸上に脱出してイギリス軍に降伏した。これはフォークランド紛争の海の戦いにおける イギリス海軍任務部隊最初の直接戦闘であると、共に、両軍を通じて、最初の損失となった。本機は、1988年、ロス C 級フリゲートの最終艦の退役とともに引退した。同期を、マレーシア海軍が導入したのは、他の導入国に比べて、著しく遅く、1990年5月11日になってからである。 同期のマレーシア海軍在籍期間は、比較的短く、ちょうど10年後、ユーロコプターフェニックと交代して退役した。最終的には19機となった、ニュージーランドのワスプの最初の4機は、1966年に取得され、直ちに、ニュージーランド海軍の新しいリアンダー級フリゲート、ワイカトに配属された。そして1980年代を通じて、 ペルシャ湾での警戒飛行への参加を含む多くの任務に従事した。同期の運用はニュージーランド海軍の操縦士によって行われたが、保守はニュージーランド空軍第3飛行隊の地上整備員が行った。1997年には新しいアンザック級フリゲートの到着を祝って4機の同期による展示飛行が行われた。同期は ニュージーランド海軍に32年にわたって勤務し、最初の同期搭載艦であるフリゲート、ワイカとの退役と同じ年に引退した。後継は SH-2C スプライトであった。ニュージーランド海軍の同期は、クライストチャーチのニュージーランド空軍博物館と、オークランドの海有技術博物館に保存されている。その多数機が、個人に売却され、そのうち少なくとも一機は、 飛行可能である。オランダ海軍においては、ワスプヘリコプターの使用は1960年代終わりの航空母艦、カレルドールマンの戦場火災を契機に始まり、NATO での対戦コミットメントはその時から、ワスプ飛行隊によって担われることとなった。ワスプはファンスペーク級、フリゲート6隻を母艦として行動した。 R-12A と呼ばれたワスプの後継は、ウエストランドリンクスであった。同期は、その他、ブラジル海軍、インドネシア海軍、南アフリカ海軍でも使用された。インドネシア海軍のワスプはすべて、オランダ海軍機の転用で、最後の現役機となった。ありがとうございます。